どうも、ゆうとです。今シーズン黄金ルーキー清宮幸太郎選手が日本ハムファイターズに入団されたということで、カープファンと日ハムファンに今シーズンホームラン何本くらい打つか予想の方を聞いていこうと思います。今シーズン清宮選手ホームラン何本と思いますか？21本です。背番号が21だからです。100本です。ホームランの歴史を塗り替えてほしい。清宮選手のホームランを早く見たいです。頑張れ清宮。3本ぐらいだと思います。入団したてで一軍キャンプとか頑張っていたけど、ちょっと最近プロの戦でみたいな感じで、まだプロの選手になってないかなって感じがするので、3本ぐらいかなって思います。30で平成30年なので25で期待を込めて25本できます。5本でいいです。22歳、大学生が、ルーキーになる年ぐらいまでに体作って活躍してくれたらいいと思ってます。清宮君、今辛いこといっぱいあると思うんですけど、プロになってできることもいっぱいあると思うんで、楽しんで野球やってください。25本で期待を込めてこの数字を出しました。頑張ってください。頑張ってください。息子は言ってたんですけど、10本ぐらいは打ってくれると思います。息子も応援してますし、私も応援してます。北海道ラブです。30本です。45本。オーラが一軍なので60本です。高校時代にたくさんホームラン打ってるので、プロでもきっと60本打ってくれると思います。清宮ホームラン10本で、20本打ちと思います。高校でもあんだけ活躍したんで、プロでも通用すると思います。25本。20本打ってもらいたいです。地道にステップアップしてると思って、手がなく頑張ってください。55本。清宮くんなら余裕だ。頑張れ。26本。期待されているからにはそれぐらいは打ってほしいかなって。33本です。3割30本の30本を超えてほしいです。高校時代から結構ホームランとか打ってるんで、100本ぐらい打てるかなと思います。最低でも20本ぐらい。まだあんまりプロの球に慣れてないみたいなんで。20本だと思います。パリーグなので関係なくどんどん打ってほしいと思います。私の誕生日が3月27なんで27本打つと思います。40本だと思います。高校の時からかなり打っていたので、ルーキーのホームラン数を超えてほしいと思ったからです。大谷選手の穴を埋めてもらって、日本シリーズではカープと戦ってほしいです。10本いったらいい方じゃないでしょうか。まあ、今ちょっとまだヒット打ててないんで、ちょっと厳しいかなと思ってます。パリーグもいいピッチャー多いんで、10本は打ってほしいです。26本です。まだプロ入ったばっかで緊張すると思うんで、記録が全部出ないかなと思って26本にしました。本当は30本打ってほしいです。ホームランは1本でなんとなくです。頑張ってください。プロに入って少ししか経ってないので、8本ぐらいだと思います。高校野球の時から見ているので、プロに行っても頑張ってください。55本です。顔がかっこいいから。20本で、来シーズン以降からまた10本ずつ増やして、50本、55本とどんどん増やしていってほしい感じです。30本で、20本で、10本で、3本で大谷くんがルーキーの時に3本ホームラン打ったので、同じぐらいかなと思って。カットマセーキーヨミヤ33本。51本。ここに書いてあるからです。関係ないっすね。中田翔選手に似てるって言われますよね。めっちゃ言われますね。やばいっす。